そのガッツポーズどういう意味でしょうか。いや、まあ、選ばれたことに緊張はしてるんですけど、でもやっぱり一番最年少ということで、まあ、一番勢いのあるプレーでどんどん東京オリンピック出場を目指して、頑張りたいと思ってます。